どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、ガスなしライターでも火をつけるサバイバル術の紹介です。これもある意味ね、究極系ですよね。火をつける一番手軽、そしてみんな持ってるじゃないですか。結構つかなくなることもありますからね、だからこういうライターって、まずね、ガスがないライター、このねコロコロこの回るタイプですよ。この回るタイプには石入ってるんですよ、ここに、このパチっていうこの火花の元ですよね、これ、石入ってるんですよ、まあ、火薬みたいなもんですよね、このカリ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 やるとね、こう出てくるんですよ。あ、大丈夫です、ね、白い粉じゃないですよ、白い粉っていうとなんかね、最近のその芸能関係がね、もう芸能関係がね、もう白い粉、白い粉、違いますよ、サバイバルに必要なのは黒い粉ですよ、白い粉じゃない。警察、なんで白いんだろうあれね、黒い粉ないよね、思ったけど。なんでだ、なんで白いんだろうね。ちょっと今度調べようか、黒い粉あるのかなっていう。調べて入手しようとしてるうちに捕まるけどねありましたありました、なぜ白いんでしょうかって調べて僕らが見つけたろって言って、本日用意するのはこちら、タイマとこちら、覚醒剤捕まるよ、どうなるのか、まあ、詳しく言えない。出ました、うちの黒い粉。あ、すいません、これがですね、噂の黒い粉でございます。いや、まあまあまあ、そうですね、まあ出てますね、はい、見えます、この黒い粉ね、一応映ってますね、はい、ね、この黒い粉を使おうって話ですね。こういうね、まあ、紙ですね、多分ペーパータオルですけど、こうペーパータオルの方がティッシュよりはつきやすいです。で、こう火花が出ないようにこうコリ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 やっていきます。火花出ちゃうとね、燃えちゃうんで。出てるね。出てる。出てきてる。この黒い粉が、まあ早くね、溜めたいという方は、でこれを早く溜めたい方、このひげの濃い方などはね、このひげをね入れると、代わりにこう、コロコロやれば、気持ち的には溜まったような感覚になれる。これカチカチの元なの。火花を出ると黒い粉は出てくるんですけど、ね、灰の黒い粉はダミーなんですよ。あくまで我々が欲しいのはほら純度でしょ。純度高い粉ですね。純度の高い粉が必要なんですね。はい。黒いつけてくださいよ。はい、純度の高い粉だと俺らなんか捕まっちゃう。縄文を作ればいいんですね。縄文。もうやばい。もうやばい言い方。いい粉だねこれ。押し付けるように。ゆっくり、まあ、まあこれぐらい溜まったら、はい、たまにねトントンやってもいいと思うんですよ。トントンやると結構出ます。ほらこの感じのところにそのガスがないんで火花だけをくっつけると、パチパチがついてこの紙に火をつくと、はいはい、いうことなんですよ。いきます。ほら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 、すごい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 、ほらほら、わわわわ、すげえ勢いだったよね。ねちょっとね、最初失敗してるんですけどもね、はい、コツとしてはこの火花を散らさない粉、ただまあ良い子の皆さん、まあちょっとね、まあライター使ってるのと同じ危険さはありますから、ちょっと気をつけてください、皆さんね。はい、終わりましたけれども、はい、すごい勢いでしたね。これはね、一番手軽で汎用性があると。そうだね、最もね、使える方法だと思います。やってみてはいかがでしょうか。それじゃあまた。